明日の見切り、夕べの見切りを朝風、夕風の吹き払うことのごとく。大津辺におる大船をへとき放ち、ともとき放ちて、大海原に押し放つことのごとく。落ち方の刺激が元を、焼き釜のと釜持ちて打ち払うことのごとく。残る罪はあらじと払えたまえ、清めたまうことを。高山の末、低山の末、より咲くなだりに落ちた月。早川の背にます背を立姫という神を、大海原に用いでなん。命の根源である水を大切にしている神社なんですね。そういった自然界にとって大切なもといがここにあろうかと思いますね。そこでその魂の音楽を奏でるということは素晴らしいことであるし、かもわけ、いかずじと雷という字がつく神様なんですけど、神の山、高山というところに降りられたというのが残っておるんですね。その神の山、高山というのがこの御本殿から北に2キロほど行ったところ。